私もそう思っていい気がしてきた。ほれ、そろそろ行くぞ。はい。さっさと行動を抜け、馬車に乗らんとな。日が暮れる前までには宿に。どうしたの、ホルト。ロス先生。お腹空かない？それ、暑いぞ。ロス先生、今ついに串焼き食べさせてた。そりゃ暑いなって串焼きくらい食うじゃろ。食べないよ。っていうかその杖もしかして、ルーデンスの魔女。お主が恐れている通り魔女食いの杖じゃよ。やっぱり。それ触った人の魔力を食べて殺しちゃうんでしょ。あ、だからあの時触ろうとしたの。ロス先生は普通に持ってたから。あれ、そっか。じゃあ触ったら絶対死ぬってわけじゃ。いや、死ぬぞ。我は契約者じゃからな。魔力をすべて失ってもルーデンスちゃんの力で生きられる。我とルーデンスちゃんは一心同体なんじゃ。はーい、愛しきルーデンス。うわー、セーブ君、それ私の串焼き。え、あ、ごめん。ちゃんと避けてあったのに。吐き出して。吐かせたものを食うのはどうかと思うがの。そういう問題じゃないの。もう、お腹痛くなっても知らないからね。